発見ツイッター探偵団。今話題のツイッターをピックアップしてご紹介いたします。ツイートしたご本人に事前交渉する体当たり企画です。11月23日木曜日22時となりました。探偵団の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、本日もお相手副団長、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして MC は探偵団団長長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日は、11月23日、現代的に言うと勤労感謝の日ということでありますけれども、新嘗祭が行われたということです。こういうね、国民の祝日、戦前はきちんとした日本の国事行為に、沿うような形でね、休日等になっていたわけでありますけれども、GHQ のいろんな工作、占領下政策によってですね、勤労感謝をするなとは言いませんね。働く喜び、これを分かち合う、働けることの喜びを感じる、これはこれでいいと思うんですけども、それ以上にね、大切なものが消えゆくようであってはいけませんので、あえて触れさせていただきました。今日はどうお過ごしでしたか？今日はですね、祝日勤労感謝の日ということで、地域のイベントもたくさんありまして、それぞれのイベントに、お顔出しですね、お手伝いなどもいたしました。はい、なんか焼きそば焼いたりとかするの？普段そういうの多いんですけど、今日は例えば私の地元の町会さんで、小学校でふれあいコンサートとかもやってたんでですね、設営とか片付けとかですね。なるほど。だいぶ人では戻ってきましたか？そうですね、地域結構地域活動が盛んなエリアなので、子どもたちもいっぱい来てくれて、でうちの近所には大妻女子中高っていう私立の学校があって、合唱で全国大会でですね、結構この優勝とか大変こう素晴らしい成績を、結構連続で成果を上げてらっしゃる学校で、わざわざ、私の母校の体育館まで来てくれて、美しい歌声を聞かせてくれました。ああ、なるほどね。はい、じゃあ非常に文化的に、精神安定になる一日を過ごしたということになります。癒されました。はい、はい、この番組の構成で、その安定的な精神状態が、おそらく部長壊しになる可能性もあるかもしれませんが、これもまた世の習いということでございます。はい、それではライブ冒頭の告知文を読ませていただきます。文化人2が、ついに、文化人メインチャンネルでやっているニコニコライブを開始いたします。メインチャンネルと文化人2の両方を見れて月額490円です。ニコニコメンバーに参加して応援をよろしくお願いいたします。もちろん引き続き、YouTube チャンネル限定ライブも続けていきますので、こちらも お楽しみください。本日のお品書きです。一般公開ライブ、本日は木曜日です。1700人ルールは適用いたしません。22時30分までお届けいたします。トリガー条項の凍結解除を検討、公明山口代表が訪中、杉田水脈議員叩き、そして22時28分ぐらいには、今日この番組には初めてゲストでお招きいたします。フリーライター、元産経新聞記者の三枝源太郎さんに28分からご入室をいただいて、22時30分からは三枝源太郎スペシャルということで、メンバー限定ライブをお届けいたします。保守、日本保守党叩きの実態、自公政権の行方ということで、よろしくお願いいたします。はい、それではトリガー条項についてです。1番、加藤田隆翔さんのツイートです。いよいよこの議論が出てきたかなという感じですね。
これまでトリガー条項解除は流通を混乱させるとして慎重だった岸田首相が、与党と国民民主党との間で凍結解除を検討する考えを表明。ここに国民民主党が絡んでいるっていうことが非常に重要な点ですね、今後にとって。補正予算案をめぐり凍結解除を条件に賛成してもいいと迫った国民民主党の玉木雄一郎氏に答えたもの。やるなら追い詰められる前にやってくださいと。まあ、ちょっと記事は紹介いたしませんが、まあ、これは非常に大きな質疑であったと思います。で、関連してですね、2番、高鳥修一衆議院議員のツイートですね。トリガー条項の凍結解除、誰も言わないから私が言って議事録に残しますと発言した政調全体会議。うなずく人はいたが孤立無援でした。岸田総理が萩生田政調会長に検討を指示したとの一方、安倍元総理亡き後は私が私の務めを全うします。はい、吉田副団長、いかがでしょうか、この流れについて。そうですね、まあ、門田先生というのは、まあ、本当にですね、短い言葉に、まあ本当よくこういう表現をこう、織り込むな、さすがだなというふうには思うわけですけれども、まあ、このまず門田さんの流れの通りですね、トリガー条項の解除にこれまでずっとですね、慎重というか、まあ、全くその気がないというふうに国会でも答弁していた、まあ、岸田首相、まあ、それをずっと貫くのかなと思っていたらですね、で、玉木国民民主党代表はかなり早い時期からトリガー条項とかいろんなそういう、まあ、実情の、例えばまあ減税というか、まあ国民の経済負担を和らげるというか、物価高騰対策にもあることを、主張提案をし続けていて、で一部の、心ない人たちは、小さな政党が何を言ったってどうせ、実現なんかしないんだから、まあ、ただの、パフォーマンスだみたいにですね、いう、まあ、民主主義が分かってない人たちもいっぱいいたんですけれども、このように支持率がどんどん下がってきて、自分たちの政策が全く役に立たない、そして評価もされないということになったときにですね、まあ、岸田さんは、まあ、今回突然というかね、トリガー条項について凍結解除を検討する考えを表明で、これに対して門田さん先生がですね、やるなら追い詰められる前にやってくださいと。いや、本当にそうだなと。自主的にトリガー条項の解を検討しますと言っていれば、多分ここまで支持率が下がったり増税メガネって揶揄されたりしなかったと思うので、本当にも、まあ、もったいないというか、まあ、こういうことだからダメなんだろうと思うんですけれども、まあ要するに追い詰められて一貫性なくこれを突然取り入れてもですね、もう本当に本人の政策や考え方じゃないっていうことがもう赤裸々に分かってしまうので、まあやっぱりそれ高評価に反転はしないわけですよね。逆に玉木さんは本当に先見の明があったというか、偉かったなというふうに思うわけであります。いや、本当にこのトリガー条項なんて本当つまらないものの解除をしないっていうことが、どれだけその、政権に、まあ、なんていうかな、痛手になったかっていうことをね、真摯に考えてほしいというか、本当に国民のためになる、経済政策や税制政策を、財務省と戦いながらちゃんと進めていただきたいと。でその中で、自民党の中で、これをきちんと、内部で主張していたのが高鳥先生だけだったのだと、まあ、これもたまらずご本人はね、ツイートされたんだと思うんですけれども、これも自民党の各議員の先生方にはですね、大変生意気な言い方しますけど、反省していただきたい、このように思います。
これ高鳥議員だけが、発言して、周りは、あんまり乗り気じゃなかったと、孤立無援だったっていうような部分で、これ別にクイズとか質問じゃないんで、軽い話で聞いてほしいんですけど、なんでだと思います？いや、また、外から見る と、そんやっなぱにり難しい、硬い話じゃないからね。外から見ると、岸田、与党、野党じゃない、派閥、宏池会政権に、忖度したというか、異論を唱えて、干されるのは嫌だとか、そういうことじゃないかなって思いますけど。多分ね、それもあると思います。で、実はトリガー条項の議論って、毎回毎回出てくるんですよ。で、例えば僕もそれ発言をしたことがあります。そうするとね、必ず言われるのは、長尾さん、あれは民主党が作ったやつだからっていう話なんです。これね、視聴者の皆さん、団員の皆さんにね、そこまで言えば伝わると思うんですけど、妙にね、あれ作ったのは民主党政権なんですよ。それをね、民主党が作ったものを、政権奪還した与党がやるとは何事ぞみたいな、変なね、プライド意識が持ってる人が持ってる。だけど、そ本当にれくがだらな民いです。主党、そういうこと。誰が作ったとか言うんじゃなくて、今そこにあるんだったら、トリザー条項を外せばいいじゃないかと、別に外したからといって、民主党政権の時に作ったものだから、ああ、民主党政権はいい条項を作ったなんて評価する人は誰もいませんからと。ところが、本当に永田町っていうところは、そういうね、なんか妙なね、意識が働くんですよありね。ますね。特に自民党にはありますね。能力主義じゃなくて血統主義みたいな、ありますよね。差は去りながらね、児童手当の拡充をしたっていうのは、あの時自民党が民主党の子ども手当に大反対した時に、子どもがね、成長するに至っては、社会が育てるという概念が必要だろうっていうことについては、当時の自民党は、そんなもんじゃないって大反対をしたんですよ。ところが今、当時の民主党が言っていたことを、茂木幹事長を中心に、同じような、概念をもとに児童手当を拡充していくというようなことになったんで、国民の皆さんがすべて、覚えているというわけでもない中でね、これやっぱりね、このタイミングで必要なことはね、どん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 やった方がいいなと思うんですよね。いや、本当につまんないと思いますね。そういうことに、こだわる連中っていうのはくだらない。要するに、GHQ が作った憲法だ、よそが作った憲法だから、とっとと変えるって言ったら変えればいいしね。あるいは自民党が野党の時に作った、公約で、尖閣諸島に公務員常駐っていうのは自分たちの政策なんだから、とっととやれって、やりもしないでね。こういう時だけ人が作った政策だとかね、本当につまらない。誤解をしていただきたくないのは、全員がそう思ってるってことではなく、そういう人もいるということでね、少なくとも私は数人の議員に言われました、長尾さん、民主党出身だからねってね、そんな感じです。大体、ほとんどそんなこと僕に言う人いなかったですけど、何人かいました。あとちょっと余談言うと、今回、岸田総理がね、トリガー条項の件について、萩生田政調会長にどうも事前に指示をしていたようですね。それでその心は何かというと、岸田さんもあれだけ6兆円分の税の上振れについて、はしごを外されたじゃないですか。もう冗談じゃねえと。でもそんな動きがあったようですね。じゃあ財岸務田省さんに。もね、この野郎っていうね、気持ちがやっと芽生えてきたってことです。財務省の呪縛が解けてきたかもしれないと。ね。だから、このタイミングっていう、いろんなご批判もあるとは思いますけれども、タイミングの問題は、ともかく、トリガー条項外すってことを総理が
考え始めたってことは、これは僕らは応援をしなきゃいけない。ぜひ総理、そのまま突っ走って財務省と一緒に戦ってください。そこの部分だけでもね。はい、それでは、公明党山口代表の訪中3番参りたいと思います。日経新聞です。中国が日本との対話継続へ舵を切る中で、歴史的に関係が深い公明党の代表で習氏に会えなかったことは対中外交の難しさを浮き彫りにします。公明党代表習近平と会談実現せず、まあ王毅が会談したということになりますけれども、対中外交の難路を移す。MI2 さんのツイッターも合わせていきましょうか。4番、パンダ対応要請。中国を訪問中の公明党山口那津男代表は王毅外交部長らと会談し、ジャイアントパンダを対応するようなするよう要請。山口那津男、被災地の皆さんに勇気を与えるような国民感情を和らげる重要な効果がある。中国側は意思疎通を深めて進めていきたいということです。しかしどうですか、この4番のね、このツイートの、左に山口代表、右に王毅外相。王毅は片手ですよ。山口さんはこれどうも両手に見えますね。完全に媚びへつらう。まあこういうキャプチャーを取られるようではなかなかいけませんね。副団長いかがでしょう。いや、この写真本当惨めですね。で、中国、日経新聞がまたね、中国に媚びへつらう新聞なんで、対中外交の難路を移すなんていうね、なんだかちょっとこう、難しげな、ことをやってますけど、要は簡単です。昔と違って習近平は中国国内でも独裁的地位を固めたので、もう、外国のトップ以外とはもう会う必要がないと。これまではいろいろ駆け引きしなきゃいけない、相手の国を揺さぶらなきゃいけない、習近平自身の地位も盤石ではないということで、いろんなね、変化球を投げたりしなきゃいけなくなったけど、もうこれからはもう完全にもう核、それだけでですね、自分はもう諸外国の一番偉い人と対等の構図以外の絵はいらないんだと、こういう状況になったので、これまでどんだけ井戸を掘ったとかなんとかいうことがあろうとですね、与党第一党でもないところの代表であってもですね、そんなものとはもう合わないんだと、そういう中国側の事情、それがちゃんと分からないといけないわけですね、という、私はそういう認識をしています。で、そして、2つ目の、パンダ。被災地の皆さんに勇気を与える、国民感情を和らげる重要な効果があるなんてね、本当にそんなことを思ってるんですかと。いや、被災地の方でもね、よほど頭の悪い方でないと、虐殺とチベット弾圧の象徴みたいな動物をですね、連れてこられて心が和らぐような人はよほどの情弱だけしかいないですよ。情弱だけを相手に、情弱な人が中国にへつらいに行ってるのかなと、こんなことでありますので、公明党の方、創価学会の皆さんはですね、もうこんな人を代表に押しいただくのはもうやめたらいかがですかと思います。今日私ね、昼間ちょっとお店に入ってテレビ見てたら、代表はね、中国王毅外交部長に、尖閣のことについて、とにかく懸念表明をしていると。あとは日本の水産物の全面、禁輸措置、これについて言及をしたという報道がありましたよ。とりあえず言ったものは言ったんでしょうね。で、言ってどういう回答があったのかということは、いつものことで報道はされなかったけれども、岸田総理もそれを言ったけれども、じゃあ中国側は何と言ったんですかと言ったら、それは表には出せないみたいな、そんな議論だったんですけどもね。多分会談をやったこと、それだけの成果なんでしょうね。会えたからよかったねみたいなことを考えているのは、関係者だけなのかもしれません。
まあ、なかなかね、成果のようなことが顕在化することはちょっと考えられない状況であるなと思います。はい、三枝源太郎さんをちょっとお呼びしたいと思います。三枝さん、どうもご無沙汰しております。先生、はい、先生、僕を嫌って別の曜日に行ったんじゃないかと思って。あ、いやいや、そんなことないです。キャスティングの話ですんで。ようこそ、発見ツイッター探偵団にお越しくださいました。どうも、ご無沙汰しております。はい。ありがとうございます。ですね、この後22時30分から、はい、メンバー限定、ライブで、三枝源太郎スペシャルということでお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと、はい、音声がノイズ気味なんでスタッフさんちょっと調整お願いしますね。それでは、一般公開ライブ現在、1947人の方にご視聴いただきました。今日は1700人ルール適用はありませんので、一般公開ライブ以上とさせていただきます。来週の月曜日またお目にかかりましょう。どうもおやすみなさい。さようなら。ありがとうございました。はい、それでは改めまして、メンバー限定ライブ、今日は、フリージャーナリスト、フリーライターの元産経新聞、記者でいらっしゃいます、三枝源太郎さんにお越しいただきました。三枝さん、こんばんは。こんばんは。ご無沙汰しております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組ですね、ツイッターが X というふうになっても証拠りもなく、発見ツイッター探偵団という番組で、名前変えずにずっとやってるんですけども、初めてのご出演ですんで、簡単にちょっと一言だけ自己紹介をお願いできますか。はい、三枝源太郎と申します。1991年から、令和に変わるまで産経新聞におりました。で、終わってから退社してからは、フリーライターでやっております。はい、主に、記者生活では政治なのか社会部なのか、その辺のところは、はい、はい、もっぱら警察と国税です。はい。社会部どの辺現場を回られました。警察はですね、警視庁捜査一課、それから生活安全部、それから栃木県警、静岡県警、それから東京国税局、はい、大阪国税局です。はい、もうね、警察と国税が専門でいらっしゃいます。はい、はい。まあ、いろんなね、事件 の裏話などもね、はい、大変いろいろご存じでいらっしゃるんで、まあ、視聴者の皆さん、お楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。吉田議員から一言ありませんか。いやいや、番組の中でいろいろお聞きしていきたいと思います。はい、そうですか。はい、自公政権の行方でちょっと18番先に行きます。三枝さんのツイートですね、ちょっと僕の方から紹介して、ちょっと詳細をご本人からコメントいただければと思います。自民、萩生田光一政調会長、公明党の結束強調、池田名誉会長死去で、小野田紀美さんが公明党の支持なしで圧勝し、他の候補が続々公明党の支持がないとなぜ負けるのか、盆脈の政治家ではなぜ公明党の支持を必要としないのか、ちゃんと有権者に伝えられないからです。信念がない、それに尽きる、宗教政党の支持がないと勝てない状態というのがいかに危険で情けないことが分かっていない。三枝さん、ちょっと深掘りをしてください。はい、僕の考え方なんですが、今まで憲法20条の関係で僕は統一教会、旧統一教会について解散命令を出すのは僕は批判的だったんですけど、今回もしこれが通った場合、次はエホバの証人が今もうやり玉に上がってますけれども、はい、創価学会なんかもですね、例えば元暴力団組長のですね、G さんという方が はばかりながらという本を出してですね、はい、大石寺、富士宮の大石寺に
創価学会が進出するときにどういうことをやったのかと、反対住民の人は右腕を切り落とされてるんですね、日本刀で。そういう事件を、池田さんのサイドから俺は引き受けたと、依頼を受けたんだっていうことを独白した本だったんです。そういうことに対して創価学会は表立って反論してないわけですね。だからそういう、まあ、カルト的な部分っていうのがやっぱりあるわけですよ。しかしながら自民党は選挙に勝つためにやっぱり公明党の協力はどうしても必要であると。そしたらもしこのハードル、解散命令の話、ハードルがどんどん下がってきたときに、じゃあ公明党創価学会どうするんだっていうふうになったときに、じゃあ創価学会だけ特別扱いするんですかと。で、小野田さんは公明党の選挙支援はいらないと、私は自分で勝ちますと言って勝ったわけですね。で、彼女のやっぱりカリスマ性なんかもあると思うんですけれども、他の東京でバタバタ負けてると、で、公明党の選挙の支援がないからだとか言って、まあ、萩生田さんが近づいたとかなんとかいう報道がありますけれども、いや、そうじゃなくて、いや、公明党がなくの支援がなくても、創価学会の支援がなくても、俺は勝てるんだということを言葉でですね、支援者の方に分かるように話せば、いや、選挙は負けないだろうと、僕は思ったんです。で、そういうところの違い、宗教政党の支援を受けるということについて、あまりにもちょっと通用を感じなさすぎなんじゃないかと思った次第です。はい。副団長、いかがですか？いや、もう全くおっしゃる通りですね。本当におっしゃる通りで、付け加えることは、まあ、とりあえず今はありません。まあ、そうですね。次の衆議院選挙、その次の衆議院選挙までに、多分自公が縁を切れるということは、現実的にはなかなか考えづらい。まあ、その後は分かりません。で、まあ、はばかりながら、私も相当以前に読みまして、これは団員の皆さんね、アマゾンで売ってますから、ぜひ読んでみてください。すごい本です。まあ、それは置いといて。で、まあ、じゃあ、自公政権続けて いくんだったら、もう全部魂売るんかっていうような部分でね、いきなりお前のところのその、まあ、公明党さんのもう支援はいりませんって、仮にじゃあ言えないんだったら、私は支援を受けた議員側がね、申し訳ないけど、公明党さんの主張は受け入れられないと、応援はしてもらったけどと。応援はしてもらったけれども、それは受け入れられないと。あ、ほんならじゃあ次選挙、応援せえへんぞと。あ、まあ、それはそれでも、その時の判断でよろしくお願いしますと。つまり、平和安全法制をやるときに、公明党、事前にはやっぱ大反対したんですよ。だけども最終的には、まあ、これ安倍晋三回顧録にも書いてありますけれども、公明党が賛成に回らざるを得ないようなやり口というのがあった。これはね、今の自公政権の中でもできると思います。だからまあ多分次も自民党公明党で選挙をやるんです。で、やって勝った議員に置かれてはね、応援してもらったけども、申し訳ないけど、もう言うこと聞きませんぐらいのことはこれからできると思うんで、まあ少しずつちょっと変革をしていくのもありなのかなと、そんな感じがいたします。お二方どちらかまだ補足ありませんか？そうですね、長尾先生のおっしゃるやはり永田町のね、やっぱりこう戦略とかもあるでしょうから、それはやっぱり僕が言ってることは理想論に過ぎないというのは分かってるんですけれども、まあいずれね、そういう方向に、今先生のおっしゃったような方向に行くといいなと思っております。はい、私のは自民党に所属したことがない無所属の、まあ、今は無所属の、まあ、人間としてですね、申し上げると、自民党さんの、議員さんはそういうふうに進めていただけるといいなと。で、ただ有権者の側は、選択肢はそれだけではありませんと。いつ雨が上がるのか分からないようなことをずっと待ってるんじゃなくって、
明確に、まあ、公明党の応援を、得ないで、寄って立つんだという、政党が、保守的な政策を、打ち出していれば、でその政党が、選挙で候補者を出していれば、そちらを当然に選択しますよと、こういう有権者が、多ければ多いほど、そういう政党の、議席が、まあ、増えていく。今そういう、潮流が出ていますので、まあ、そういう政党がどんどん議席を増やしていくということとの、まあ、それを横目に見ながらですね、自民党さんが、自分たちのじゃあ、公明党との関係をどういうふうに、位置づけていくか、について、まあ、考えをね、まあ、その5年でやろうと思っていたことを3年でやらなきゃいけないのかと、いや次の選挙でやらなきゃいけないのかと、まあ、そういうふうに、考えてもらうためにも、有権者はきっぱりとですね、公明党と、の応援がなきゃ通らないと、そういう意気地なしの候補者じゃない候補者を選びますよっていう、そういう、まあ、政治的な意思表現だなと思います。そうですね、まあ、公明党はね、与党から離れるようなことは絶対しませんよ。なら公明党さん、こっちの言うことを聞けと、政策的には。まあそれはね、結構やれてる雰囲気あるんだけども、結局選挙を揺さぶられてるっていうところなんで、まあ、段階をね経てやっていけば、僕は景色は変わってくるんじゃないかなと。これまでは逆だったのでね、これまでは逆に自民党さんの保守的な政策がどんどん吹っ飛ばされて、まあ、移民推進にしても LGBT なんとかにしてもですね、自民党の公明党化っていうかね、公明党の政策の受け入れの、まあ、どんどん進展っていうのが今続いてきたっていうのが、まあ、現実的なね、特に内政面では、状況ですので、これは本当に自民党の先生、まあ、その議員の方々には本当に、魂から生まれ変わっていただきたいと思います。公明党に言うことを聞かせる、でなきゃ連立はもう終わりだよって、そのぐらいのことをね、まあ有議員もいましたけどね、はい。加谷さんね、社会部にいてね、はい、やっぱり公明党とか旧統一教会とかだいぶ取材されました。いや、僕は宗教法人はですね、はい、静岡県警回ってた時に、安倍実験さんって方が、はい、日蓮召集の創価学会を破門したんですよ。はいはい、でその時に富士宮にですね、右翼団体がものすごく集結して、それを取材しました。はい、なるほど。それはいつ頃の話ですか？破門したのが1991年、はい、でそれから1992年ぐらいまでは、もうしょっちゅう、体積に右翼が殺到してました。それで拳銃が撃ち込まれたこともあったんじゃないかな。そうですよね、はい、あれ池田大作名誉会長が亡くなられたことで、その創価学会の中、例えば、まあ、いろんな経験の中で、まあ、創価学会はちょっと、いろいろとこれから大変な感じがしますか？そうですね。やはり池田さんが あれほどの次に4代目を取れそうな、誰が見てもこの人が4代目の会長っていう人を育ててませんでしたから、はい、まあ、おそらくこれから内紛が出てくるでしょうね。